田です、本日は東海遠征の2日目ということで、スパ西浦に来ております。スパ西浦モーターパークっていうのかな、スパ西浦に来てます。で、昨日ちょっとガマゴーリの、ボートレース行ったんですけど、予定があったんで2レースだけやって勝ってそのまま離れたんですけど、その後時間があったんでもう一回やりに行ったらやっぱ負けましたねそういうのはちょっとやっぱ勝った時にやめておかないとダメですね。はい、ってな感じで、ちょっと初めての、スパニシュラを走っていきます。はい、初めてだけど、富士スピードウェイのライセンス、JAF 公認のサーキットライセンス持ってると講習なしで行けるんで、はい、初めてでもすぐ走れます。で、コース自体も1分ぐらいかかるコースで、まあそこそこ大きいコースです。だけど結構やっぱコースも綺麗だし、結構走りやすい、大きいので、まあ、昨日つくで走りましたけど、つくでなんかはちょっとね走りにくいんで、 VAB こっちはねちょっと大きいコースの方が僕得意なんで本領発揮できるんじゃないかなと思っております。はい、であと目標タイムっていうか、まあ、初めてなんであれなんですけど、以前僕の動画にも出てもらった朝岡さんがここのレコードで58秒3なんですね、 VAB レコードで。それぐらいを目標にちょっと目安にちょっと走れればいいかなっていう感じです。ストレートもね多分ね170ぐらい出んじゃないかな、結構大きいんで、はい、うん、そんな感じです。はい、
今20分経過で、なんかね、最初ウォーミングアップ3周走行とか言って、3周させられるみたいで、まあ全然いいんですけど、で、ちょうどタイヤ温まるんで。で、一発目、初めて初アタックが58秒5。で、まあ大体ブレーキの感覚とか位置とか分かったんで、次アタックしたら57秒52です。で、もう一回次アタックしたんですけど、57秒91で、ちょっとタイヤがもう多分垂れ始めたのと、あとちょっとやっぱり慣れるとね、どうしても突っ込みすぎちゃうんだよね。そこですね。もうちょっと、もタイヤ冷えたら、もう一発アタック、2、3回アタックしてもうやめようかなとは思ってるんですけど、結構ね、俺に合うサーキットだね。これ楽しい。ちょっとつくばっぽくはないけど、つくばとかもやっぱ綺麗だし、ああいう綺麗なサーキット好きなんで、路面が。やっぱ VAB はこういうとこが合いますよ、やっぱり。で、ちょっと、フロントのノーズダイブが結構激しいかな。やっぱりこれぐらい速度出るサーキットだと。1コーナーなんかは、結構、ノーズダイブ激しくて、リアがフラフラするんで、まあ前荷重ちゃんとかかって、そのまま荷重うまく利用してフロント入ってってるんで、で、まあクリップつくぐらいには、後ろにも荷重与えて、こう、きっちり、設置するように。で、がっつり踏んで、で、3コーナーも結構下ってるんですけど、あそこでもちょっとアンダーっぽいんで、はい。で、次の、S 字というか、試験みたいのは、あそこ入り口頑張っちゃうと出口きつくなっちゃうんで、ちょっと出口今きつい状況なんで。だとヘアピンも、ちょっとクリップが奥で難しいんですよね。3速で立ち上がりたいんで、立ち上がり重視って考えると、ちょっとイン開けておきながら奥でクリップ取る感じなんで。で、最終コーナーは複合になってるんで、あそこもそこで、ちょっと難しいです。はい。もうせっかく来たんでもう少しぐらいタイムアップしたいんですけど、もうちょっとねタイヤ冷めたら、もう結構ね今走っただけでなくなってるんで、ロオンも多分ちょっと高いとは思うんで、すぐタイヤ温まるとは思うんですけど、であとウィーンっていう音鳴り始めた気がするんで、聞こえたっぽいんで、ちょっと冷ましてから行こうと思います。走行が終わって、結局3回ぐらいアタックしたのかな、2回目は。で、57秒9、57秒5、57秒6と、ちょっとね、アンダーだったね。低アンダー。あと1回ブレーキ効かなくなって、1部屋で。うわーと思って、多分あの現象がまた起きたっぽくて、ちょっとまだ見てないんですけど、ブレーキシール、ちょっと見てみようかなという感じです。結構1コーナーも強いバイトで、長時間ブレーキかけるんで、結構一気に温度上がるとは思うんで、ただね、やっぱ
速度乗るサーキットって冷えると思うんですけど、またオーバーヒートしちゃったのかなっていう、ちょっとね、やってらんないっすね、これは。まあ、他に原因があるかもわかんないですけど、まだちょっと原因究明できてないんで。で、まあ、とりあえず、全部アタックはね、一番最初以外、探り探り以外は全部57秒入れられてるんで、コンスタントに。あと、まあ、細かいところ、全部がこう、うまくいけば、57秒前半は多分、フラットぐらいは見えるんじゃないかなっていう感じです。ただちょっともうタイヤがね、一回アタックして、ピットで見たら結構減ってたんで、ちょっともう、温存で、ちょっと持たせたいので、まあこんなもんで、いいでしょう。まあ、ちょっともうちょっとやっぱ関東のサーキットを徹底的に速くなりたいんで、うん。まあ、あと2回目ね、多分タイヤの熱下がりきってなくて、フロントがちょっと微妙だった気がする。リアはちょっとやっぱ冷えてて、やっぱフロントとリアのタイミングが合わない。リアが追いつかないんで。はい。そんな感じで、ちょっとこれから横浜に帰りたいと思います。あ、一応、57秒529で、VAB レコード、じゃレコードです。はい、そんな感じです、左側のフロントと左側のリア、やっぱフロント右リアのやつを左前に持ってきて組み直してもらったので、かなり溝あったけど、やっぱもうかなりなくなってるんで、やっぱフロントだいぶ減るね。次はちょっと前後入れ替えて走ろうかなと思います。この感じだと減り具合結構減ってるね